ユリアに襲いかかったさらなる困難。癌を患ったユリアの選択は一体？ユリア先生の赤い糸。最終回である今回のお話は、乳がんが発見されたことで、ユーヤとの別れを決意したユリアは、自分の周りのことばかり気にしていた。彼女が癌を患ったことを知ったリクは、深夜、みんなが寝静まる伊沢家へと侵入する。煽るようなリクの言動に、少し人生を投げやりにしていたユリアは目を覚ますことに。自分の置かれた状況と、それゆえの決断だということを、ユリアは改めてユーヤに伝えに行きました。運命の赤い糸でつながっていれば、また絶対に会える。そう信じて別れることに。ユリアは手術も終え、退院すると、そこには家のことを手伝うリクの姿も。そして、ユリアと入れ替わるように、リクは実家へと戻り、旅館を継ぐという決心をしたのでした。一年経つと、ミチルの料理の腕前も上がり、大絶賛のご馳走を前に、ユリアとミチルは、伊沢家をカフェにしたいと、節子に相談を持ちかけることに。二つ返事で賛同してくれた節子の協力もあって、家の改装に着手しようと、新しい便利屋に依頼すると、そこには、ユーヤの姿が。二人はやはり、赤い糸で結ばれていた。これまで、昏睡状態となり、介護が必要となってしまった五郎をはじめ、それがきっかけで、疑似家族となっていった、リクやミチル親子。そして、恋に落ちたユーヤとその子供ユリア。すべてを愛し守ってきたユリアだったが、病気が人を変えるかのように、どこか人ごとのように心ここにあらずであったり、自分の人生を諦めている様子から始まりました。乳がんの転移は見られず、今すぐ死に直面するというような、緊急事態ではないものの、ユーヤを頼ることはせず、わけも言わずに別れたことに後悔の気持ちを持ち、静かに彼女の中で自暴自棄になっているかのようでしたね。しかし、そんな彼女の心を救い、気持ちを入れ替えさせるきっかけとなったのは、五郎が目を覚まし、愛のある嘘を聞いたことで、伊沢家を飛び出したまま戻ってきていなかったリク。夜中に侵入し、五郎を拘束するところは、五郎の彼氏というより、もはや犯罪者と同罪の行いをしていたものの、彼の言葉には、これまでの伊沢家での生活を通して、愛を育んできた様子がひしひしと伝わりました。五郎に対する愛はもちろんのこと。最初は自分の愛する彼氏の妻というだけあって、毛嫌いしていたユリアに対しても、彼女の生き様に心が動かされていたことが、リクの覚悟の行動から伝わりました。さらに、そんな状況や人間関係を含めた上で、まっすぐに愛の告白と、感謝を述べた五郎の言葉は、リクだけでなく、今と未来を諦めているユリアや、その場にいたみんなの心に響きましたね。妻がある身での浮気や同性愛、さらに別の相手との疑似家庭を作っていた行為など、普通で言えば、妻からも世間からも許されるような行為ではないけれど、ここまでまっすぐに愛があり、それが浮気相手だけでなく、制裁であるユリアにもちゃんとあるからこそ、五郎の言葉はとても重く、みんなの気持ちを動かしたのではないでしょうか。
そんな涙ありのシリアスな場面に涙腺が崩壊していたのに、少しの笑いで場を和ませてくれたのは優也の父ひろしでした。工藤官九郎さんのコミカルな演技がとても生きていましたね。あんなにストレートでデリカシーのない物言いにも動じないユリアはさすがだと思ったし、彼女の気持ちが復活したことを暗示しているようでした。そして本題ともいえるユリアとユウヤとの会話。素直に病気を打ち明け、嫌いになったわけではないことを伝えるも、復縁の約束はしない選択を取った。気持ちを伝え合い、思いを重ねる二人がとても愛おしいと思いました。縁があればまた会えるというユリアの言葉は、最終回でようやくドラマタイトルの意味を示しましたね。そんな赤い糸は、単に恋愛のことを言っているわけではなく、うまく言い換えるならば、絆といったところでしょうか。ユリアから伸びる赤い糸は、五郎やユウヤにだけでなく、みんなとつながり、家族としていきました。ユリアもそれを実感し、彼女の口からはっきり聞くことができましたね。あれほど一緒に住むことや、用意されたご飯を拒んでいたリクにも変化が見られ、彼が伊沢家を出て実家に戻ることを知ると、みんなが悲しむ素敵な関係に感動しました。そして話は一年後。旅館を継ぐも本心からではない笑顔で若旦那として頑張るリクにいち早く気づき、彼を支えるため五郎が彼のもとへと駆けつけた場面。こちらも愛という言葉に絆を含んでいるような関係が見られ、第1話の衝撃的な始まりとは真逆で、美しいとすら思うことができました。ユリアの元気な様子に加え、伊沢家でも進展があり、そこには1年前に五郎が病気で倒れなければありえなかった幸せがあり、自然と涙と笑みが同時にこぼれるかのようでした。相変わらずのしおりの空気の読めない感じは、それはそれで面白く、そんな実の娘よりも、ユリアや血縁上は全くの赤の他人である、ミチルやマニとミノンを大事にしているセツコが面白く、そして素敵でした。本来、嫁と姑という関係で描かれるものは、いがみ合ったり、性格の不一致などから、あまりいい関係が築けない様子が多いかと思い、このドラマでも終始、自分のご飯の心配しかしない姑と、昏睡状態の五郎が近くにいながら、若い男と交際を始めた嫁という設定は、不穏な展開を予想していましたが、ユリアの人柄を信頼し、ちゃんと家族として彼女と支え合って生きている節子に、とても感動しました。しおりを差し置いて、貯めていたお金をユリアに渡す様子に、涙がこらえきれませんでした。どんなカフェに仕上がったのかまでは描かれなかったけれど、いつか数年後の伊沢家を続編として放送してほしいと思いました。そして、感動のラストは最後まで続きましたね。ユリアの言葉をちゃんと伏線回収し、あえて VH 本舗に頼まなかったのにやってきたのはユウヤ。なんとなく展開に予測はできたものの、それでも感動と涙必須でした。最初はあくまで両者と顧客として話す二人。気まずさを感じながらも仕事として接するユウヤに、依頼者として対応するユリアのもどかしい会話がじれったいと思いましたが、
最後にはちゃんと以前の二人に戻れたことで、とても素敵な感じで最終回の幕が閉じましたね。はじめはとんでもない設定とユリアのトリッキーな言動に度肝を抜かれて始まったユリア先生への赤い糸でしたが、こんなに人のありがたみや温かい気持ちを感じるドラマだとは思いませんでした。素敵な最終回に感動するとともに、続編まで期待してしまいますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。